飯田大火とは、1947年4月20日に、長野県南部の飯田市で発生した大火を指す。この火災で、飯田市内中心部の商店街、約60万平方メートルが消失した。城下町として発展してきた飯田市は、京都の町割りに習って作られ、細かい格子状に長屋造りの建物が整然と配列されていた。しかし、その道路幅は狭く、 また木造建築物が非常に密集しており、分生の大火など過去に何度も火災の被害に遭ってきた。なお、飯田大火の前年にも負傷者4人、小村棟数198、小村面積33,500平方メートルの被害を出した火災が起きていた。大火から5ヶ月後の飯田市中心市街地を含む写真。写真の下部を左右に流れる川が天竜川で、 ちょうど写真の中央付近が松川が天竜川へと合流する地点。国土交通省国土画像情報をもとに作成。飯田大河は1947年4月20日午前11時48分頃に出火した。火元は大木町付近の82銀行裏手の民家であり、檻からの乾燥状態と風速4メートルの風によって炎症していった。パニックに陥った市民は、 それと同時に火災現場から遠い、近いにかかわらず、一斉に消火栓を開いたため、水圧が低下し、警防団による初期消火の失敗につながった。午後になると風速が15メートルに達し、炎症範囲は拡大していった。もはや、この頃には消防も手をつけられず、結局約10時間炎症し続けた。 この結果、小村面積は48万1985平方メートルに達し、市の中心部の約7割が消失した。最終的に死者行方不明者3名を出した。また、理災個数は4010戸、理災人員は1万7778人に及んだ。被害拡大要因として、気候条件の悪化、木造建築物の密集、 消防設備の不備、初期消火の失敗、土蔵抜け入れの不備で十分な炎症遮断効果を発揮できなかったこと、市民の防海式の欠如、太平洋戦争後発の参議院選挙日で留守宅が多かったことなどが挙げられた。また亀井幸次郎は82銀行のコンクリート製建造物がバリケードになって火の手が東西に2分したことを炎症拡大の要因として挙げている。 一方で、かろうじて消失を免れた中の町区一揆には、2017年現在も、大火前の建物が残されている。大火からの復興のシンボルである、リンゴ並木。飯田大火の翌年の1948年により、本格的な火災からの復興が始まった。超全体の区画は完了したものの、大火の際の避難路及び消防活動の通路がなく、 非常に苦労した党の反省が残った。そこで、各弧の裏側に避難用党の通路を設置することが決まり、市民の協力により、福音2メートルの通路、裏回線が作られた。さらに、市中心街に2本の防火隊の役割を果たす、福音の十分な道路を、町の中心で交差させ、町を4分割するように整備した。これにより、万が一の大火災時には、 火災発生元の4分の1の町の消失で食い止め、それ以上の炎症を防げるようにした。この防火帯道路の緑地帯には、地元中学生により、1953年からリンゴの木の植樹が開始され、イーダリンゴ並木として大火からの復興のシンボルとなった。このようにして、イーダ復興のシンボルになったリンゴは、イーダの中心駅である。 飯田駅が1992年に改装された際、その駅舎のデザインにも活かされた。一方で、区画整理事業によって、荒町が中央通りに改名されたなど、旧城下町地域の地名の多くが公的に消滅し、松尾町のように地名が残った地区も、空間区分が変更された。ありがとうございます。